はいえー、今持っていますフェンダーメイドインジャパンヘリテージ 60S ストラトキャスターですが、えー、もうメインとして使い出してですね、えー、5ヶ月ぐらい経ちました。でまあ、このヘリテージシリーズですね、えーまあ、全体的なこうスペックがヴィンテージ寄りのスペックになっています。でこういったヴィンテージ寄りのです、ね、スペックのストラトキャスターというのは早引きに向いているのかどうかですね。 まあ5ヶ月使ってみて感じたことなんかをこうレポートしてみたいと思います。でまあヴィンテージ寄りのスペックというふうに今言いましたけれども、まあ、ヴィンテージ寄りのスペックといってもいろいろなポイントがありますよね。でまあペグ糸巻きから始まってナットもそうですしネックの形状とかネックの芝の R ピックアップとかボディの形状とかブリッジの種類とか。 まあそれすべて解説するわけにはいけませんので今回は弾き心地とか音質に大きく影響するですね3つのポイントについて早弾きをこう関連づけてですね解説してみたいと思いますでまあヴィンテージスペックで代表的なものというとですねこの指板の R ですねこれがある挙げられると思います でヴィンテージ寄りのスペックとなると、えー、通常フェンダーなんかでもそうですが7.25インチラジアスという R のものが使われてまして、まあ、ボディエンドからですね芝の表面を見た時にかなり芝面がですね表面が山なりになっているんですねで、まあ、一般的に早引きなんかに向いているギターの場合は非常にこの指板の表面が平らなものが多いです ですから、数値で言うとですね、今7.25インチっていうふうに、まあ、ヴィンテージ寄りの芝の R 言いましたけれども、これが12インチ R とかですね、あとは16インチ R とか、どんどんこう数字が大きくなっていく。まあ、数値が大きくなっていくほど、芝の表面が平らになっていくというふうに覚えてください。で、この7.25インチのかなり山なりになった芝の R の場合ですね、 まあ、早弾きとはちょっと関係ないんですけれども、こういった F とかのバレーコードを押さえるときですね、特にこう人差し指は6弦から1弦までガバッと全て押さえてしまいますけれども、こういったバレーコードを押さえるときは非常にですね、心地よくこの板の R がきついと押えることができます。これはやはり指がですね、こっち方向に曲がるようにもともとなっていますので、非常に手になじむんですね、バレーコードを押さえるときに。 これは、えー、なかなかこう平らな芝居のギターでは味わえない心地よさ。まあこれはちょっと早弾きとは関係ないんですけれども、まあこれは一つメリットかなと思います。で私もまあ今までですね7.25インチラジアスの、えー、ギターっていうのをこれほど長期間ですね、えー、メインで使ったことっていうのがなかったので非常にコード、えー、弾くときは本当に心地いいなと。で逆に今ですね、その平らな 芝居、えー、のギターでコードを弾くとですねバレエコードなんか押さえた時はやっぱりなんかこう押さえにくいいななっていう風な、えー、印象を受けますであとはまあ早弾きに向いているかどうかっていうことなんですけれどもまあ、えー、その芝居の R 山なりがきついということで当然ですねその芝居の R に合わせて、えー、各弦の高さっていうのもこう R に沿わしてですね 調整するのが普通なんですけれどもまあ私の場合もですねやはり R きつめですので弦の高さっていうのもやはり1弦と6弦がかなり低めそれに対して3弦4弦っていうのはかなり1弦と6弦に比べると高い位置にですねセットするようになっていますあとは早弾きの時ですねこの芝の R がきつめのギターを弾いている時にですねどういった印象を受けているか受けたかというと 例えば6弦から1弦にですねこういう感じでどんどんこう下に下がっていくようなフレーズですねそういった時あとは逆にこう1弦から6弦側にこう上がっていく時というようなフレーズですねよくク系のフレーズですとあると思うんですけれども。 これですね実際、えー、その弦各弦の弦高がこう山なりにやはりなってますので、えー、まあそういうふうにして6弦から1弦1弦から6弦こう行き来する時にかなり不自然な感じ印象を受けるんじゃないかなと思ってたんですがこれ非常にですね特に6弦側から1弦側へですねどんどんえ弦をこう下に下に移っていく。 時ですね、この時っていうのはもう逆にものすごく自然にですねピックがが次の弦にえかかってくれるというようよな印象がありますですからちょっとこう今なんかでもえやったんですけれどもえ5弦から4弦に行く時にエコノミーピッキングでダウンダウンで下がったりですね。まあ、今なんか2弦から1弦にこう。 エコノミーピッキングを使ってどんどんこう弦を移動していく時なんかは非常に自然にですねピックが引っかかってくれるというかうまい具合にこうピックが弦に乗ってくれるというようなイメージがあってですねなんかこう最初に抱いていたイメージよりは自然に弾けるというような印象を受けましたであとはまあ早引きっていうと、まあ、よくスイープ奏法なんかも使えますよね。 まあこういったフレーズなんかもよくあると思うんですがまあこういったフレーズを弾く時もですねまあ先ほどの同じでですねやはり6弦側から1弦側1弦側から6弦側に行く時非常になんかこう自然にピックがやっぱり乗ってくれるんですね次の弦次の弦に。 なんかこう腕の動きと非常にマッ,チしたマッチしてるんじゃないかなっていうふうなことも少し感じましたね。ですから軽めのタッチでですねこう次の弦次の弦にピックを乗せていく場合なんかも、えー、非常に自然にピックが次の弦に乗るなっていうような、えー、こうイメージは持っています。でこのギターでですねある程度の期間弾いた後にですねアイバニーズの 非常に平らな芝のギター弾いてみたんですが結構やはりですねピックこう6弦側から1弦側1弦側から6弦側に行く時にですねなんかこうピックの引っかかり方がどうもこう、えー、最初慣れないんですねでそれでうまく弾けていたはずなのに、まあ、現時点ではもうこっちのですねあるきつめのギターのこうピッキングの移動に慣れてしまってそちらの方が逆に心地よくなってしまったっていうような印象です。 で、まあ、こう言ってしまうとですね、そちらの方が向いているのかって思われる方も多いと思うんですが、やはりデメリットあるんですね。で、これはですね、もうご存知の方多いと思うんですが、えー、7.25インチラジアスの指板っていうのはかなり指板が山なりになってますので、えー、特に1弦とかですね、えー、あまり下げすぎるとチョーキングをした時、ハイポジションなんか特にそうなんですが、音が詰まってしまうんですね。 ですから、えー、もうよく、えー、平らな芝板のギターにありがちなもうフレットにベタベタぐらいもうつくんじゃないかぐらい原稿を下げることは、えー、よくチョーキングを使いたいという方はまあそのセッティングはできないですねですからある程度原稿はもう、えー、高めにする必要がありますで私の場合もですね先ほど測ってみたんですが6弦側と1弦側ですね、えー、12フレットの えー、上なんですけれども、フレットの頂点から弦までの隙間。これがですね、6弦側も1弦側も2ミリぐらいありました。ですから、今まで使っていたギターではですね、1弦側、まあ、6弦側2ミリ近くっていうのはよくあったと思うんですが、1弦側を2ミリぐらいまで上げるっていうのは今までなかったですね。ですから、まあ、その弦高があんまり、えー、まあ、チョーキングをよく対応される場合はですね、弦高あまり下げられないと。 まあこれがデメリットかなと思いますで。やはり弦高が下げられないとですね、えーまあ、どのポジションもそうですが、フレットの頂点から弦までの距離が、まあ、隙間が広くなりますので、その分早いパッセージのですね、えーまあ、フィンガリング、フレーズとかフィンガリングをしようとすると、まあ、当然、フレットと弦の隙間が広いですので、まあ、実際に弦がフレットに当たるまで時間がかかりますよね。 ですから、究極の、えーまあ、早引きをしたいとなると、やはり不利に働くというふうに言えます。ですから、まあ、この指板の R に関してはですね、まあ、メリットもデメリットもあるかなというふうに感じています。でも、まあ、これもですね、実際に個体差ありますし、えー、いくらですね、えー、その芝が平らで原稿を低くしたとしても、 まあ各部の調整がきちんとできていないギターでしたらもう当然音も悪いですし弾きづらいということが起こりますのでまあこれ一概には言えないんですけれどもまあメリットデメリット両方ですね私の場合は感じましたで次ですねヴィンテージスペックなんですけれどもフレットのサイズですねまあヴィンテージよりのスペックのものでこうフレットのサイズというとまあ幅も狭めで高さもそれほど高くないっていうのが えー、ヴィンテージサイズと呼ばれているフレットだと思います。まあナローサイズとかスモールサイズとか呼ばれることもありますけれどもとにかく幅高さともですね、まあ、控えめのフレットになると思います。でこのフレットのサイズなんですけれどもやはり早弾きに向いているとされているフレットのサイズっていうのは、えーまあ、ヘビーとか非常にこう幅も広めで高さも高いもの。まあこれが一般的には早弾きしやすいというふうに言われていると思います。 でやはりですね実際に、えー、こう左手フィンガリングだけで、えー、こう弾くようなフレーズですね、まあ、そういったフレーズを弾く場合はですね、えー、やはりこう、えー、特に高さですねフレットのこの背の高さが高い方が軽い力で、えー、左手を応弦してもきちっとですねきっちり弦を押さえることができます。 だからこれはやはり究極に早く弾く場合とかあとはフレーズが長いフレーズを弾く場合ですねそういった場合はもうかなりこう,、えー、こう自分のこう左手に蓄積してくるこう疲労度っていうのが違ってくると思います。 でまあえー、フレットの背の高さが高いとどうしてこう、えー、軽い力で抑えられるかなんですけれども実際にですね弦をどこかのフレットこう押さえてみていただけると分かると思うんですがフレットのですね背が低いと、えー、実際に弦をこう横弦した時にですねもう大抵の場合は、えー、指のこの指紋のところですね指の皮がもう芝に当たると思います。ここれはです、ね、ジャンボサイズのこう フレットなんかの場合は、実際に弦を横弦してもですね、軽い力で押さえていると、指先の皮が指板に当たらないんですね。ですから、スキャロットとかスキャロップと呼ばれるですね、指板をこう、えぐるような、削るような加工したギターありますけれども、ああいうギターも同じですよね。実際にこう、弦を押さえても、指先の皮が指板に当たらない。その指の皮が指板に当たらないということはですね、軽い力で押さえてもしっかりと、 弦をフレットにこう押さえつけるることができるんできんすねで逆に、えーまあ、フレットの背が低いとですね、えー、簡単に指の、えー、皮が芝に当たってしまいますのでやはりそこからグッとこう、えー、強めに弦を押そうとした時に結構余分な力が必要になってくるんですね。ですから、えー、やはり究極にこう、えー、リラックスした状態でレガートフレーズなんかを、えー、長い時間弾く場合なんかはちょっとこう。 フレットのの背が低いいと不利かなっていうのは感じますでもまあ実際にこれまで弾けていたフレーズがですね弾けなくなるぐらいに弾きにくいかと言われるとちょっと微妙なとこですねやはり自分が弾けるか弾けないかぐらいのものはですねちょっと弾きづらいかなっていうのが正直なところですけれどもまあそこまでいかないフレーズはもう同じように弾けますね まあ聞いてる側にとったらおそらくですね、えー、以前とそんなに変わりなく弾けてるんじゃないのという感じで、えー、受け取ってもらえるかなとは、えー、思いますね。 こう、こんな感じでですね。えー、まあ、しっかり、えー、左手運指ですね。動かしてやれば、えー、ほとんど違いなくえー、聞かせることもまあ、できますね。ですから、まあ、究極のことを言うとっていう感じですかね。究極にこう軽いタッチで、えー、レガートフレーズみたいなものを長時間引くっていうようになると、ちょっと差が出てくるような、えー、感じがします。 であとはまあフレットですね、ヴィンテージ寄りのものといっても少し背が高いものっていうのが今流行ってると思います。えー、よくナロー・トールみたいな感じで表記されているフレットですけれども、まあ、そういったフレットの場合はですね、ちょっとこう横方向にスライドアップしたりダウンしたりするときにやはり引っかかりをちょっと多めに感じますね。 まあこれはジャンプフレットの場合もえまあ似たような感じなんですけれどもまあナローということでナロートールになるとですね幅が狭くて背が高いのでよりこう引っかかりを多く感じる場合がえあるっていうのがえ正直なとこなんですけれどもまあこのギターに関してはですねえまあ高さもそれほど高くないのでスライドしててもそれほど引っかかりを感じることはないですねでも今結構ナロートールっていうタイプのですね ストラトキャスターが多いので、そのナロルトールはちょっとスライドですね、気になる方がいらっしゃるかもしれないです。あとはそのフレットの背が低いとですね、特にハイポジションなんかのチョーキングですね。チョーキングをするときは、やはり背が高いフレットのギターよりもですねうまくこう指に弦が食い込んでくれない感じがします。ですから、よりハイポジションでチョーキングするときはしっかり応弦してですね、 えー、まあ弦をしっかり、えー、指の皮にこう、えー、食い込ませてあげると少しその意識は強く持たないといけないかなというような、えー、イメージを持っていますであとはサウンド面ですね、えー、まあ私自身はこのヴィンテージタイプのフレットですねまあ何が一番気に入っているかというとやはりサウンドですねでまずはその、えー、実際にどこか押さえて音をパンと出した時のですねその音向のわかりやすさ 銅、まあ、が出ているのか、銅シャープが出ているのか、霊が出ているのか、ちゃんとですね、その出ている音の音高がしっかりこう耳に、えー、届いてくるっていうところがありますね。ですからよく音程感がいいとか言うんですかね、えー、とにかく何の音が出ているのかっていう音の高さがしっかりこう、えー、出力されるっていうようなイメージがあるので、弾いていても本当にこう心地いいんですね。しっかりとこう音の高さ、音高が、えー、耳に届いてくるっていうのが ことがありますですからまあこれはあんまり早弾きとは関係ないんですけれどもまあそういった違いというのは出てきますね。であとはサウンド面で言うとやはりシングルコイルの美味しいシングルコイルがこう美味しいと感じている周波数帯ですね非常にこう高い周波数のこう音っていうのがやはりヴィンテージよりの,そのサイズのフレットの方が しっかかり出てくれるんじゃないかないいと思いますでそういった広域成分ってのもしっかり出るんですけれども、まあ、それとは別にですねなんかこう気の音っていうんですかねしっかりこうギターが木でできているっていうその気のぬくもりみたいなものも同時にですね何かこうピックアップが拾ってくれるようなイメージがありますのでまあこれは音作りによるんですけれどもよりこう気が鳴ってる感じ。 いうのもですね、音作り次第ではこ出しやすいというような印象を受けましたで最後3つ目のポイントはシングルコイルですね、えー、まあヴィンテージ寄りのタイプの非常に出力控えめのですねシングルコイルがこのモデルには載っているんですけれどもまあこのシングルコイルサウンドはですねやはりこう歪んだサウンドで早弾きをしたいという方にとってはちょっと えどう言ったらいいんですかね、えー、弾くのが難しいというか音作りも難しいですねでまあ私のこの、えー、演奏なんかも聞いていただいても分かると思うんですがやはり普段ですねハンバッカーでプレイ、えーハンバッカーしかプレーしないという方にとったらなんでこんな硬い音で弾いてるんだろうとか、えー、なんかがこうやっぱり低域が不足しててちょっとこうキンキンしてとか、えー、薄っぺらい感じがするなっていうふうに思われると思うんですけれども。 まあ弾いてる本人としてはですね、先ほどもこう音高が分かりやすいって言いましたけどもま、まピッチ感がいいっていうんですかね、その感じが本当にいあの弾いていてえ心地いい良さっていうのはすごく感じます。で、さっき言ったその弾いていて難しいというところなんですが、これはどういうところから来るかというとですね、やはり右手の横弦する。 えーまあ、しっかり感とかですねあとは右手のピッキングのこの粗さなんかをものすごくリアルにアンプから出力してしまうんですねでこれはもう出力が弱めのものだとハンバーガーにでも言えることだと思うんですけれども,も本当にその辺りのタッチの、えー、リアルなこう出力感っていうのは、えー、特にこうパワーがないシングルコイルの場合はその辺りがすごく際立つんですね。 ですから、こう、うまく抑えられなかったり、あとは、ピッキングの,この強弱、このばらつきがあったり、まあ、そのあたりも、異常にリアルに、えー、アンプから出てしまいますので、まあ、引いていても、その辺がですね、かなり、こう、引、えー、き慣れていない方にとったら、疲れる要素になってきます。ですから、やはり、楽に引きたい、えー。で、そういったピッキングのアラなんかを隠したい。隠してほしい、みたいな感じの場合はですね、 私もハンバッカーを使ってピッキングのタッチもできるだけ出ないようにそういうような音作りを心がけますでもやはり究極なことで言うとそのリアル感ですね自分のこう雑味までもしっかり出してくれるそういったリアルなサウンドっていうのはやはり一度好きになってしまうとですねちょっともうハンバッカーをメインにするっていうのも考えられないぐらいですね非常に魅力的な ものだと思いますですからまあ、えー、早弾きということで言うとまあ今言ったみたいにですねちょっとこうピッキングの強弱とかそういったアラをですね、えー、しっかり隠してくれる隠しやすいごまかしごまかしまで言うとちょっと言い過ぎかもしれないですがその辺りをこう覆、えー、い隠してくれるっていうような意味ではやはりハンバッカーの方がですね、えー、そういった音作りはしやすいんじゃないかなと思います。 ですからまあ、えー、ピッキングのあらまで出ますのでそういったスリル感をですね味わいたい方っていうのは、えー、ヴィンテージよりのシングルコイルっていうのもおすすめ、えー、したいですねですから、えー、まあ一度はですねこういった、まあ、非常に出力が、えー、低めのですね、えー、味わい深いシングルコイルっていうのはまあ一度は味わっていただきたいと思いますけれども まあ普段ハンバッカーしか使わないという方にとってはちょっとですね、荒が目立ちすぎてちょっと弾きづらいとか、弾いていて疲れるというようなことはどうしてもあるんじゃないかなと思います。まあ以上のような感じですね。とにかく先ほども言いましたけれども、まあこれまでですね、そういったヴィンテージ寄りのスペックのエレキギターを持ったことがないという方はぜひですね、今回言ったようなこう指板の R であったり、あとはフレットのサイズですね、 それとかマイク。このあたりヴィンテージ寄りのスペックのギターというのは必ず一度は弾いていただきたいと思います。 でやはりサウンドとか弾き心地、まあえー、早弾きに限ったことはない,ないんですけれども、えー、そういった弾き心地とかサウンド面で必ずですね、えーまあ、そちらの方が好みだなという方、えー、一定数いらっしゃると思いますので、まあ、そういったヴィンテージ寄りのスペックのものですね、これまで弾いたことがないという方はぜひ一度、えー、体験してみてください。でまあ、早弾きということが今回テーマでしたけれども、まあ、早弾きという観点から言うとですね、 まあ、究極を目指すんであれば、えー、やはりいろいろなデメリットというのが、えー、説明したように多いですので、まあ、究極を目指す方にはあまりお勧め、えー、できないかなと思います。でもですね、日頃、えー、早弾きだけじゃなくて、えー、非常にこうペンタトニック主体のですね、えー、ブルース風のフレーズを弾く場合が多い。あとは、えー、実際にこうピッキングなんかも抑揚をつけたりですね、いろいろなタッチでピッキングをこう楽しみたいという方は、 まあ早引き好きでもですね、ヴィンテージスペックで私のようにですね、ちょっと苦労しながらでも、ヴィンテージ寄りのスペックを楽しむというのが、これも一つお勧めできるかなと思います。ということで今回はヴィンテージ寄りのスペックのストラトキャスターが早引きに向いているのかどうか、こういったテーマでですね、話してみました。 今回の動画なかなか良かったよと思っていただけた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。以上で終了いたします。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。YouTube メンバーシップのサービスを開始いたしました。 ギター演奏上達に役立つメンバー限定の解説動画を現時点で200本以上ご覧いただけます。ホームページの URL はこの動画の下の動画概要欄に貼り付けておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではお申し込みお待ちしております。